皆さんこんにちは、私は今日こちらサロンデュショコラに来ています。年に1回行われるチョコレートの祭典です。私は初めて行きますが、日本でも有名なお祭りだと思います。今日はチョコまみれになる気持ちで行ってきます。すごいこれやっぱカラフルだね。こんにちは。ジャクジャクしますね。あ、わさびの味がする。すごいね、広いね。すごいですね、なんかめちゃめちゃ大きい。いただきました。あ、でこれパンデピス。でかっ。なんか鏡餅みたいなパンデピスです。ナチュール。おいしい。すごい、これリンゴ飴じゃんみたいな。クリーム。あ、ね、本当にほら、ね、これ日本のリンゴ飴じゃん。これってフランスにあるの？あるある。アルダモっていうの。そうなんだ、なんかやっぱカラフルだね。すごいこれ。そうなんだ、日本だけじゃないんだね、リンゴ飴があるので。ちょっと感激です。うわー、すごい。犬、なんかインスタとかで見たかも。あの、かわいい。すごー、ほら、ちょっと一足早いクリスマスみたいな。わー、なにこれ、かわいいね、これクレヨンのお土産とかにすごい良さそうな。すごいこれ。これもちょっとどこまで食べれるのかなって感じだけど、これすごいわ。もうチョコがもう無限大ですね。日本のあの方、後ろにいる人がパティシリ、パティシリ。あ、へえ。大丈夫ですか？あの YouTube こんにちは。映っちゃって大丈夫ですか？もちろんです。あの、日本の、めっちゃ見てます。あの、いつかお店に来ていただけたら嬉しいなって。あとみんなぜひ。すいません、今日突然。すごい、パリのマレ地区に何年前にお店を出したんですけど、はい、マレ地区って本当に激戦区で、歩いて10分から10分圏内に40店舗ぐらいのショコラトリーパティスリーフランキリーがある。なので、まあ、自分たちのショコラの特徴で何だろうと、まあ、全員うちのスタッフ日本人なので、日本の食材は日本人が一番美味しく使えるんじゃないかと思って、日本の食材だったり、まあ、フランスで資格に入らないので。え、あの、わさびとかって、わさびはあの長野県産のわさびを。辛いんですか？ちょっとわさびは、はい、辛いというよりも香りで楽しんでいただけたらと思って、日本人の方はとても賛否両論があります。あ、ありがとうございます。日本の方なんですか？わさび味。日本語で聞けると思うのか。いただきます。あ、わさびの味がする。美味しい。ねえ、面白い。バナナ、マンゴー、パッションフルーツ、
柚子とか。へえ。もうありがとうございます。2つも味見させていただいて、このこれ、エキゾチックバジルいただきます。バジル、エキゾチックフルーツの果汁にバジルを香りつけて、うん、すごい、バジルがすごい爽やかですね。フレッシュさもすごい。あ、ごちそうになったのでちょっと1個買っててもいいですか。あのシトロネットを1つ、ちょっと全部試食してたら鼻血出るわ。これ1年分食べれるね。これここ来たらね。ここ日本人なんだ。あ、ここ日本人なんだ。レショコラード京都。あの方が、そうだ、京子さんいらっしゃる。 YouTube やってるんですけど、ちょっと撮ってもいいですか、あの商品とか。はい、ショコラきょうこさんの、パンを明日の朝ごはんに買います。あの そばも気になりますけど、ちょっとじゃあおそばいただきます。はい、うん、ザクザクしてますね。うん、美味しいです。ちょっとお茶に合う、うん、あ確かにとかあってもいいかな、うん、でもフランス人もすごい人気で、ちょっと嬉しかったです、うん、なんか日本の存在、はい、存在でやっぱりあのフランス人に喜んでもらえたら、やっぱり私も日本人で嬉しいので、うん、あ、なんかまたこれで後味がすごいなんかお蕎麦のいい香りがしますね。わあ、なんか、うん、ありがとうございます。すごい、日本のところ多い、素晴らしいね、なんか嬉しくなります。YouTube 撮ってます。あら、はい。こちらアトリエパージュ、そしてオナの豊島シェフです。よろしくお願いします。あの JAL の機内食とかプロデュースされている、もともとパージュブランシュっていうのがあるパティスリーもやってたんですけど、はい、そこをリニューアルしてアトリエパージュとしてこのとこはプロダクトとして出してるんですけど、それから4人目が先に食べられるぞみたいな。そうですね、スパリで初めてちゃんとアポ出しするの。出来たてのチョコレートさんが来たの。いや、もう昨日の夜まで作ってたよね。なんか一押し、一押しは何ですか？塩、エルダーフラワー。あの料理でよく使ってたんで。はい、チョコです。いただきます。お、すごい、なんかお花の香りがふわーって、多分すごい可愛いですよね。これね、一応1から20個なんで、その、なんだろう、手の特徴を合わそうと思ってて、で、その特徴に合わせたような自分のイメージのフレーバーを20個作ろうかな。じゃあこう、食べればパリ網羅しできるかなみたいな。そこまでイメージしたいんですけど、ね、1区から20区までみたいな、ね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。しばしゃくでした。子たちにはこれちょっと買って帰ろうかなと思います。スプーンの形してて、まあ、ホットミルクに溶かすとココアになるみたいな、可愛いですね。これさ、ちょっとこれはさ、あれだね、これは大人しか飲めないけど、ラム？いろいろ回らせていただきました。まさに世界中からもうショコラティエとかもうチョコレートに関わる人たちが集まっているお祭りでした。いっぱい味見もさせていただいたし、たくさんお土産とか、明日の朝ごはんも買ったりとか、しばらくこの余韻でチョコを楽しめそうです。皆様もぜひ行ってみてください。ではザランドショコラでした。